国際民間航空条約は1944年11月にアメリカ合衆国のシカゴで開催された民間航空に関する国際会議において採択された条約。通称はシカゴ条約。この会議場で国際民間航空機関が設立されており2011年までに191カ国が加盟している民間航空機を対象として 領空試験に関して再確認するとともに航空機の法的地位を定め国際民間航空を能率的かつ秩序あるものにすることを目的としている民間航空機の定期便についてはラウンド交渉ではなく2国間で条約を結んでルール化している第二次世界大戦中に連合国中立国の52カ国の間で結ばれた条約であり 通軸国であった日本は1953年に加盟した。1983年の大韓航空機撃墜事件を契機に、1984年5月10日にモントリオールにおいて臨時開催された25回会議場で改正議定書が採択されており、条約に第3条の2を追加した。これにより、各国が領空を飛行する不審な航空機に対しての 強制着陸指示等の権利及び民間航空機はその指示に従うことの義務が確認され同時に各国は民間航空機に対する擁撃において武器の使用を差し控え人命航空機の安全を確保することが明示された2014年3月に発生したマレーシア航空370便墜落事故を契機に2016年 ICAO は海洋上を飛行する 全旅客機に対し15分ごとに位置を送信する基準を採用しており3月シカゴ条約アネックス6の改正を承認している2021年1月1日以降に製造された旅客機には急上下において少なくとも1分に1回の位置情報を送信する自律追跡装置の搭載が義務付けられたこのほか、フライトデータリコーダーの復旧と利用を 即時可能にすること、コックピットボイスレコーダーの記録時間を25時間に延長することなども採用された。国際民間航空機関が定める標準及び、韓国方式は条約の付属書として発行される。付属書には次の19がある。ありがとうございます。